40代50代の女性が確実に痩せる5つのリンゴ酢ダイエットをお伝えします。マイナス10キロ綺麗に痩せる腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。リンゴ酢で痩せるって聞いたことありませんか？過去の動画でも繰り返しおすすめしてきた食材ですが、実践して1週間で3キロ痩せましたとか、長年の便秘が嘘のように改善されましたなど、リンゴ酢のダイエット効果を実感した方が多くいる一方で、間違った方法を実践してなかなか結果が出ていないという方もいらっしゃいます。ダイエット効果の高いリンゴ酢でもやり方を間違うとね、逆に太ってしまうので要注意です。そこで今回の動画ではリンゴ酢のダイエット効果を爆上げする飲み方と簡単レシピを5つ解説していきます。私自身もこのリンゴ酢レシピを取り入れることでずっとマイナス10キロリバウンドなしです。これであなたもリンゴ酢のダイエット効果を実感できるようになりますので、ぜひ最後までご覧ください。本題に入る前に、そもそもなぜリンゴ酢がいいの？他のお酢でもいいんじゃないの？って思いませんでしたか？もしあなたがただ体重を落としたいわけではなくって、健康で綺麗に痩せたいなら絶対リンゴ酢がいいです。断言します。あなたはその根拠を知りたくないですか？もしあなたがその根拠を知って、そうだったんだと心から納得できたら絶対に行動したくなりますよね。私はあなたに正しいリンゴ酢ダイエットを実践して結果を出してほしいんです。なのでまずは必ず聞いてほしい内容からお伝えします。最新の研究で分かってきた驚くべきリンゴ酢のダイエット効果について4つ解説していきますので、最後までついてきてくださいね。1つ目は食欲を抑える効果です。1枚だけと思ってね、食べたそのポテチ、少し食べたことがきっかけで、まああと1枚あと1枚って気がついたらね、1袋完食していた、やっちゃったなんてことありませんか？実は食欲をいかにコントロールできるかがダイエット成功の鍵なんです。そこで活躍するのがリンゴ酢に含まれているペクチンです。ペクチンは果物や野菜に含まれる水溶性食物繊維で、水をね吸収してゲル状になるので胃の中で膨張するんです。これによって消化が遅くなって満腹感が長く続くので、次の食事までの間に食欲を抑えることができます。まあ、例えばこうスポンジが水を吸って膨らむように、ペクチンが胃の中で膨らむことで満腹感が長時間持続するんですよね。これで間食を減らすことができて、結果的にカロリー摂取をコントロールすることができるというわけです。またペクチンには様々な研究で腸の粘膜をねこう保護してくれる整腸作用や、コレステロールや中性脂肪を下げるといった効果も報告されているんです。ここまで大丈夫ですか？で、そして2つ目は脂肪の蓄積を抑える効果です。特にこの暑い夏にね、こう二の腕の脂肪を落として細い腕をこうすらーりと出したノースリーブを着たいじゃないですか。そのためには前提としてね、脂肪を溜め込む脂肪細胞を作らないことです。そこで活躍するのがリンゴ酢のリンゴポリフェノールです。リンゴポリフェノールには脂肪細胞の生成を抑制して、さらに脂肪を分解する効果があります。これで溜め込んできた脂肪を減らすことができるというわけですね。例えば脂肪細胞を工場に例えると、リンゴポリフェノールが新しい脂肪細胞を作るのを防いでくれるから、すでに工場にある脂肪細胞のこうサイズを小さくする労働者のような存在なんですよね。なのでこれ以上脂肪を溜め込まずに、しかも今ある脂肪が減っていくので、これは嬉しいですよね。またリンゴポリフェノールには様々な研究で動脈硬化、糖尿病、高血圧の予防効果があることが報告されています。またもう今暑くってこう紫外線が強いですよね。リンゴポリフェノールには紫外線による炎症を抑制する効果があるので、美白にもいいんです。そして3つ目は脂肪を燃やす効果です。ゴムのウエストのね、洋服ばっかり選んできてるなんてもう嫌になりますよね。こんな風にお腹周りの浮き輪に行くと、さよならするためには体に脂肪燃焼スイッチを入れることが大切です。そこで活躍するのがリンゴ酢の酢酸なんです。酢酸は脂肪の燃焼を促進してエネルギー代謝を高めてくれます。また血糖値の急上昇を防ぐ効果もあるので、脂肪の蓄積が抑えることができるというわけですね。例えば酢酸は体の中で脂肪燃焼スイッチポチッと押してくれるんですよ。これでやっと体は脂肪を燃料として使い始めてくれるので、お腹周りの浮き輪に行くともさよならできるわけですね。また酢酸には腸
腸の蠕動運動を良くしてくれるので、ぽっこりお腹や便秘で悩んでる方にも特におすすめです。そして4つ目は代謝を上げる効果です。40歳過ぎたら運動しても全然痩せない、そんな経験はありませんか？でも40歳過ぎてもね、痩せやすい人と痩せにくい人には違いがあるんです。それが代謝です。痩せやすい人っていうのは、寝ていてもね、テレビを見ていても、勝手に痩せる体なんですね。実はリンゴ酢で勝手に痩せる体質になれるんです。あなたもそんな痩せやすい体質になりたくないですか？その秘密をお伝えしますね。それがリンゴ酢のクエン酸です。リンゴ酢のクエン酸っていうのは、体の体内のねエネルギー生産を助けて、体のサイクルを活性化させるので新陳代謝がアップします。車に例えるとクエン酸がエンジンオイルのような役割を果たすので、車の動きが良くなるんですね。体も同じで、これにより代謝が上がって、結果脂肪が燃焼しやすくなるというわけです。またクエン酸は血糖値を下げる効果もあるので、甘いお菓子や脂っこい食事をするときに一緒に摂取すると脂肪を溜め込みにくくしてくれます。こんなすごいダイエット効果や健康効果のあるリンゴ酢ですが、間違った飲み方をするとね、もう全く効果が得られないばかりか逆に太ってしまうので、正しく飲むことが大事です。そこで次にリンゴ酢のダイエット効果を爆上げする飲み方について3つ解説していきますね。1つ目はリンゴ酢の種類です。健康で綺麗に痩せるリンゴ酢はこちらのような純リンゴ酢です。メーカーは問いません。大切なのは原材料がリンゴ果汁 100% のみであれば大丈夫です。逆に純リンゴ酢以外は太るリンゴ酢と思っていいです。なぜかというと、アルコールや砂糖、人工甘味料、香料などの添加物が入っているからですね。リンゴ酢を飲んでも痩せない、効果が感じられないという方の多くはこのような太るリンゴ酢を購入しているからなんです。そして2つ目は飲むタイミングです。食中食後に飲むようにしましょう。誰だって食事をすれば大なり小なり血糖値って上がるんですけど、このタイミングでリンゴ酢を飲むと即血糖値の急上昇を抑えてくれるので、脂肪の蓄積をいち早く抑えることができます。例えばダイエット中でも家族やお友達と甘いデザートとか焼肉を食べる時ってありますよね。そんな時は血糖値が急上昇するので、リンゴ酢の力を借りていきましょう。また甘いものや脂っこい食事っていうのは体がこう酸性に傾いて太りやすくなるんですが、リンゴ酢を飲むと元々の弱アルカリ性に戻してくれるので、痩せ体質へと即リセットができます。なので食事とセットで飲んでくださいね。ここまで大丈夫ですか？そして3つ目は1日あたりの摂取量と期間です。リンゴ酢は1日あたり大さじ2杯摂取しましょう。大さじ2杯で約30円くらいなので、1日あたりたったの30円でこのダイエット効果を得られたら、これはコスパいいって思いませんか？リンゴ酢は1日あたり大さじ2杯でもう十分ダイエット効果があります。逆にそれ以上飲んでもそんな差がなかったことが研究結果で分かっています。たくさん飲んで一気に痩せたいっていう気持ちはもうよく分かりますが、そんなに頑張って飲まなくってもね大丈夫ですよってことと、逆にリンゴ酢は酸性の強い食材ですから、胃腸が荒れたり歯を痛めたりなどの体調不良を起こす原因になりますので、飲みすぎないようにしましょうね。また個人差はありますが、体質改善はイコール腸内環境の改善です。なので早い方で2週間、長くっても3ヶ月過ぎた頃からリンゴ酢のダイエット効果を感じられると思いますよ。そのためには美味しく楽しく続けることが大切です。そこでここからはマイナス10キロリバウンドなしの私が実践しているリンゴ酢のダイエット効果を倍増させる簡単レシピを5つご紹介しますね。1つ目はリンゴ酢白湯です。リンゴ酢白湯って代謝を上げて脂肪をガンガン燃やしてくれます。まず白湯を飲むことで体温が上がって、基礎代謝が活性化されます。さらにリンゴ酢に含まれる酢酸が脂肪の燃焼をサポートしてくれます。例えば寒い日にあったかいスープを飲むと体がポカポカしてきませんか？リンゴ酢白湯って体の内側から温めてくれるので、脂肪燃焼のスイッチオンで体のエンジンをフル稼働してくれます。リンゴ酢白湯の基本のレシピです。材料は白湯 500ml、 このような天然水がおすすめです。もし便秘気味の方はコントレックスを使うとマグネシウムが豊富なので便通が良くなります。
こちらを使ってみてくださいね。そして純リンゴ酢大さじ2、お好みで純粋蜂蜜を大さじ1以上の材料をよく混ぜて、食中食後に1日かけてこまめに飲んでくださいね。特に朝にリンゴ酢菜を飲む習慣を取り入れると、日中の代謝が上がってダイエット効果が倍増します。私も毎朝飲んでいて、満腹感もお昼過ぎまで続くのでおすすめです。では次に2つ目はリンゴ酢甘酒です。リンゴ酢甘酒は腸内環境を整えて代謝を上げて消化吸収を助ける働きがあります。甘酒には豊富な食物繊維とね、酵素が含まれているので腸内環境が良くなるのと、そこにリンゴ酢のペクチンと一緒に摂ることでさらに腸の働きが良くなって代謝がアップします。例えばもうこんなに暑いとね、食事の準備がもうめんどくさい、もうそうめんでいいやなんて栄養が偏ったお食事になっていませんか？実は甘酒は別名飲む点滴と言われるほど栄養満点です。そんな甘酒とリンゴ酢のクエン酸効果で夏バテ対策にもなるリンゴ酢甘酒の基本のレシピです。材料は温めた甘酒 200ml に対して純リンゴ酢大さじ1、よく混ぜて完成です。冷たい甘酒は内臓が冷えて逆に代謝が下がるので気をつけてくださいね。私は忙しい時にリンゴ酢甘酒を食事の代わりに飲むことで、こうしっかり栄養をとって満腹感を作るようにしています。ここまで大丈夫ですか？では次に3つ目はリンゴ酢豆乳です。リンゴ酢豆乳は満腹感を持続させて過食を防ぐ効果があります。豆乳には良質なタンパク質が含まれていて、これがね、空腹感を抑えてくれます。でリンゴ酢と組み合わせることでさらに満腹感が持続するので、自然と食欲を抑えることができます。例えば、さっき食べたばっかりなのにもうお腹が空いてきたなんてことないですか？これって体からタンパク質が足りてないよのサインなんですね。なのでそのタイミングでお菓子をつまみ食いなんてことをしても、いつまで経ってもタンパク質不足は続きますから、そうなると食欲が暴走していきます。こんな時はしっかりタンパク質が摂取できて満腹感が得られるこのレシピがおすすめです。材料は温めた無調整豆乳 200ml に対して純リンゴ酢大さじ、お好みで純粋蜂蜜大さじ以上をよく混ぜて食中食後に飲んでくださいね。とろみがあってクセ気豆乳ヨーグルトのようになります。ただ調整豆乳は砂糖や人工甘味料、添加物が入っているので逆取ります。なので無調整豆乳を選んでくださいね。ここまで大丈夫ですか？では次に4つ目はスナットです。スナットは脂肪の蓄積を抑えて代謝を高める効果があります。納豆の痩せ菌って熱に強いので生きたまま腸に届きます。そこにリンゴ酢の酢酸と合わせることでさらに脂肪の蓄積を防いで代謝がアップします。そんな納豆とリンゴ酢の酢酸効果で溜め込んだ脂肪をガンガン燃やしてくれるスナットの基本のレシピです。材料は国産大豆の納豆1パック、そこに純リンゴ酢大さじ1を入れて100回くらいよーく混ぜて泡立てたら完成です。私は毎朝このスナットを食べています。で、添付のタレやからしは化学調味料など添加物がたくさん入っているので使わないようにしましょうね。では最後に5つ目は酢キャベツです。酢キャベツは食欲を抑えて脂肪の分解を促進する効果があります。キャベツには食物繊維がもたっぷりなので腸の動きが活発になります。ここにリンゴ酢の酢酸が組み合わさることでもうさらに脂肪がどんどん分解されて、また食欲まで抑えてくれるんです。例えばもう毎日忙しくてもあれもこれもたくさんのおかずが作れないなんてことないですか？そんな時私も重宝しているのがこの酢キャベツなんです。冷蔵庫で2週間ほど保存が効くのでもう本当に便利です。酢キャベツの基本のレシピです。材料はキャベツ1/4個、純リンゴ酢1/2カップ、天然の塩小さじ1/2、保存袋1袋。作り方は簡単です。千切りしたキャベツと天然塩を保存袋に入れてよくなじませます。そこに純リンゴ酢を入れてキャベツがしんなりしたら完成です。すぐ食べない時は煮沸消毒したガラス瓶などに移して冷蔵庫で
保存してなるべく早めに食べきってくださいね。私は毎朝小鉢1皿約 100g 程度食前に食べてます。毎日だとさすがにね、味に飽きてきたなって時は無添加のブラックペッパーとか、あと練り梅、マスタードをトッピングしてこう味変して楽しんでます。あなたのアレンジレシピがあればもうぜひコメントでシェアしてくださいね。ここまでリンゴ酢ダイエットの効果を倍増させる簡単レシピを5つご紹介しましたが、もうここから一番大切なことをお伝えしますので最後までついていてくださいね。リンゴ酢は最強のダイエット食材ですが、もうまだまだ正しく摂取できている方が少ないなと感じています。痩せるリンゴ酢の種類、タイミング、摂取量などを正しく取り組めばスルスル痩せていきます。私はあなたに正しいリンゴ酢ダイエットを実践してもう結果を出してほしいんです。今回の動画を参考にぜひぜひ取り入れてみてくださいね。そして今後リバウンドなしで人生最後のダイエットにしたいという方は私の公式 LINE がおすすめです。今回の動画でご紹介しきれなかった美味しく食べて綺麗に痩せる1ヶ月分の食事メニュー90食分、綺麗に痩せるための体質タイプが分かるチェックリスト、腸活ダイエットが今すぐ実践できる電子書籍、ダイエットの個別カウンセリングの特別参加券などなど、合計23大特典を公式 LINE 限定で無料プレゼントしています。さらに今なら3ステップで学べるマイナス10キロリバウンドなしの腸活メソッドを簡単に実践できる腸活ダイエット完全攻略動画をご覧いただけます。プレゼントの受け取りはこの動画の下の動画タイトルをタップ、概要欄が表示されたら赤枠の公式 LINE の URL をタップ、10秒ほどでプレゼントが受け取れます。今回のまとめです。リンゴ酢のダイエット効果4つは、1、食欲を抑える、2、脂肪の蓄積を抑える、3、脂肪を燃やす、4、代謝を上げる。リンゴ酢のダイエット効果を爆上げする簡単レシピ5つは、1、リンゴ酢さゆ、2、リンゴ酢甘酒、3、リンゴ酢豆乳、4、酢納豆、5、酢キャベツ。そしてダイエット効果を得るためには原材料がリンゴ果汁 100% の純リンゴ酢を選んで1日あたり大さじ2杯を目安に毎日食中食後に摂取し継続することでした。次回も腸内環境を整え根本的な痩せ体制と生まれ変わるための情報をお届けしますので、チャンネル登録とベルマークのクリックをお願いします。もしこの動画が役に立ったなと思っていただけたらいいねやコメントお願いします。質問には私がお返事しますので、もぜひ繰り返しご覧ください。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。